こんばんは、こんばんは、こんばんは。さあや、はい。ね、びっくりした。めっちゃ綺麗になってる。こんばんは、こんばんは。コンタクトでもなんかね、すっぴんだからやっぱメガネする。こんばんは、こんばんは。パ、そう、パジャマ久しぶりにこれ上下セットできました。今日は早いですね。朝配信以来、今日朝配信してないよ。可愛いでしょこのパジャマ。好きなの。トラ、こんばんは、こんばんは。パジャマが朝にやってた時以来。ああ、そういうことか。元気、元気。もう寝るの？もう寝るだけやと私は。そう、今さっきもお風呂に入りました。なんか最近夜遅くにお風呂入るのが怖いから、もう夕方にお風呂入るようにしてる。一人なんだけどね。夕方も夜別に入ってもお姉ちゃんがいるから平気だけど。明日早いの？明日なんもない。明日も何もない。家にいる。はい、さあや、はい。こんばんは、こんばんは。ハッピーさんいるの？いるよ。ハッピーさんいるけど怖い。でもなんかめちゃくちゃ私がお風呂怖い時って絶対ハッピーさんお風呂についてきてくれるんですよ。なんかそこはなんか察してくれてるんだなと思って、いろんな意味で。ハッピーさん優しい、かわいい。こんばんは、こんばんは。そう、いい子なの、ハッピーは。もう知ってるよね、みんなも。エビスさん、ハート、花束たくさん。ケングさん、ハート。ヤマシさん、ハート。ありがとうございます。そう、ハッピーは偉いの。ね、今日であと2日で1年連続配信です。2日前に出るってなんかすごいね、早いね。もうおめでとうって周りが祝福してくれてますよ。早い。3日前かと思ったけど2日前。普通誕生日は、誕生日の時は3日前か。前祝いがすごい嬉しい。嬉しいね。あ、前後賞だからか。フランスさん、音符。クジラチューさん、なんだこれ。あ、すごい、1周年おめのギフトがあるんですね。ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。毎日欠かさずしてたの？そうしてた。ギリギリの日もあったけどちゃんとできました、今日まで。先取りね。前祝いなんかしますか？しません。しません。いやでも1年配信の時はちょっとケーキを食べたいですね。ケーキを食べたい、タルトを食べたい。皆さんも一緒に食べましょう。ケーキじゃない、タルト。私はケーキは今タルトが一番好きなんです。果物でもチョコでも。ハロー、ハロー。グラスッチ、ハート。モナミじゃないよさん、一周年おめ、ありがとうございます。アバター考えてる？考えてない。考えてない。アズシさん、バラ。マイクさん、一周年おめ、ありがとうございます。タルトお姉ちゃんにやってもらうの？うん、うん、市販で買います。そこはそう、ちょっとね、お姉ちゃんの作ってくれたチョコタルトも美味しいけど、
ちょっと材料とか時間もいろいろかかるのでね、そこはお姉ちゃんに負担かけたくないので買います。グッサン、ハト、ありがとうございます。チーズタルト食べれません、あの戻しちゃいます。ね、フランスさん一緒だよ、おめ、ありがとうございます。そう、タルトは果物かチョコタルト限定です、私は。じゃあ明後日明日、あれなんか分かんなくなっちゃう、今日29、30、31、明後日にタルトを私は食べます。配信で食べようかな。え、でもな、タルトだから咀嚼音やばそうだからちょっとやだな。いいカリカリの音ならいいけど、ねちょねちょくちゃくちゃ多分ね口閉じててもしちゃうから嫌なんですよ。眉毛怪獣さん一瞬でおめ、あいちゅんかみさんハート、ありがとうございます。聞きたい、嘘、ハッピーさんも食べんの、食べません。ハッピーさん食べません。私のいちごケーキ、いちごだっけ、私のショートケーキよりだ、あれいちごか。そう、私別にくちゃらじゃないですよ、でも自分が本当に嫌だからこそ、人の聞くのも嫌だからこそ人にも聞かせたくないので、もしね聞かれたら嫌じゃないですか、嫌われたら嫌だし。サイヤパンダさん一緒におめ、ありがとうございます。何タルト、あのね、私が明後日食べる予定はチョコタルトかな。果物のタルトはなんか売ってなさそう、売ってるかさすがに。プンパ村さん一緒におめ、ありがとうございます。フルーツタルトだ、果物タルトじゃないわ。伝わったね、さすがでしょ。姫さんかわいい、ありがとうございます。こんばんは、3日ぶりに来た、ありがとうございます。覚えてるよ。ズブルームにあった、それは行くしかない。スイートポテトでもいいけど、フルーツタロットが食べたい。最後進化した、嘘、今何かあった？31日は何時から配信？決まってないけど、こないだ配信で話してたのは2回配信しようとしてたので、お昼と夜ですよね。お昼だったら確実に12時かな。そう、夜は8時とか今ぐらいの方がいいのかな、早すぎ。その日は何曜日？ハッピーさん平日か、平日だと皆さんお仕事の方がいらっしゃるか、見れないかな。そうしたら9時か10時にします。なんか特別なことをやるわけじゃないんですけど、今まで見てくださった方がね、少しでも多く1周年の記念の配信を見てほしいので、見ていただきたいので、見れる時間を合わせたいです、大体の時間を。夜はいつもの時間、じゃあ9時10時かな。 How are you? I'm fine, thank you. ハッピーさん、ふゆちゃんと配信時間合わせる？いや、合わせない方がいいかもね。いや別に何も困ることはないか。ルード氏のカウントはどうなったの？なんかね、それわかんないんだよな。本番にならなきゃ、本番？当日にならなきゃわかんないんだよな。さあ、いや、はい。じゃあ31日の夜配信は10時かな。9時から10時は
多分大富豪やる方もいると思うのでタルトはお昼、タルト夜がいいけど10時にタルトかちょっとやばいなその日だけ許す？どうしよう。That's it's good。 あ、かわいい絵文字だ。ちょんちょんさん、ハムスターみたい、かわいいキューパパさん、ハートありがとうございます。アバター作れるね。作れますよ、やっとですよ。前のイベント参加しなかったので、ついについにですよ。一瞬で配信午前1時半までとか、午前長い、大丈夫？フルーツタルトなら大丈夫。じゃあフルーツタルトの方がいいね。まあ昼に食べてもフルーツの方がいいねまこちゃん、バラありがとうございますそう、念願のアバターだよ。昨日高橋みみちゃんの配信来てましたか？見ましたコメントしてました、なんかバレたそう、本人様には読んでもらえてなかったかもしれないんですけど、一応気持ちとしてはコメント残そうと思って、見たからにはまあちょいちょいコメントなしでも見てるんですけどアバターなるはやで OK ですお姉ちゃんと一緒に考えよう。食べたらすぐ寝なければ OK。 あ、そうだよね、すぐに寝るから夜ダメなんだもんね。カブトムシどうだろうね、どうだろうゆりさん、あなたはマイクさん、ハートありがとうございます。でもね、私今ずっと体がねフルーツを欲してるので、フルーツがいいかな。やっぱチョコも食べたいけど。こんばんは、こんばんはお祝いだから、お祝いだから思い切り食べましょう。いいの？いいの？いいの？あずじさん、ハートありがとうございます。うーん、見かけたので来ました、ありがとうございますそうオーディションの頃に見てたので、そこから私は高橋みみちゃんのことが気になっているんです。好きなんですそうそうですよ、2期生が完璧に決まるまでのテレビ番組のオーディションもずっと毎週お父さんと一緒にドキドキしながら見てました監視なのか探索なのか。監視でも何にもない、何にもないよ。エビスさん、だるまありがとうございます。2時間くらいは来てればいい。じゃあ10時から多分 1,2 時間配信するから、2時3時まで起きてればいいのか長いね。最近私は12時前後に寝てるので早いんですよ。嬉しい、体にいいよ。ズミッチ、サヤパンダさん、ハートありがとうございますルーツとはほどそういうじゃん。あれはだいぶ前に食べたご飯です。もう丼物が食べたくて仕方がない。最近ねちゃんと丼物とかご飯物食べてないので、さすがに欲してる体が。うちの着ぐるみダンス配信見た？見てない。そっか、今日17時間配信の日か。えい、ちょろっとも見てませんそっか、何時まで配信？ありがとうございます、お疲れ様です。ホーネットさん、ありがとうございますありがとうございます。最後好きでよかったよ。おー、そう言われる日が来るなんてエゴサしたがり。いや、それはただただハッシュタグのサーヤ便りとサーヤメールがあるから見るんですよ。それ以外は見ません。たまに入り打ち島は見るけど、そしたらなんか田辺瑞希、入内島さやかみたいな推しのあれは見ました。あんまりよく分かってないんですけど、でも気になって
くださってるのなら嬉しいです。嬉しかった。でもエビさん音符ありがとうございます。何時に起きるの？何時だろう。でも12時前後に寝ると朝7時ぐらいに起きる。7時、8時。こんばんは、こんばんは。さらの笑顔やっぱいいね。ありがとうございます。ネギトロ丼は食べた？食べてません、食べてません。長坂と行きたいです。早くマイクさんボタンありがとうございます。サヤ丼なんか怖い。サヤ丼タルト丼なんかやばいね。米食べる配信しよう。米、お米は食べないよ、食べない。頑張ってください。ありがとうございます。ラスアイファンの方だったんですね。京也さんありがとうございます。あ、本当だ、15分だった。今日で363日、あと2日ですよ。皆さんには多分難しいから手でやるって昨日言ったはず。映る指は無理だ、鳥みたい。ゆりおかさん、あ、そうです、その方の動画です。そう、挟まれてますね、3人。ナナシチパチパチありがとうございます。すごい、ついにか。ついに目標が達成する。意外と不器用、そんなことない。サイヤドは何が入ってますか。あ、でも作るとしたら私の大好きなものを入れるから、あの丼だからお米は必須か。丼、ご飯、ご飯の上にたこ焼き、ピザ、グミ、うん、甘辛チキン、サラダを入れたいです。サーヤ丼は、あとガルボ入れたい。ハッピーターン、確かにハッピーターン好きだな。あー、漢字の2、なんか変、2に見えないね。どっちかが遠近法使えば2になる。なんか黒い、黒いのが多いから変なの。涙の1年配信になる。いや多分それはないな、ない。グミ、そう。グミだよ。タレは高めサイダー、なんかもう最悪になりそう。私チョコガルボ好きだからな、食べたい。え、でも美味しそうじゃない。美味しそう。さやかさんと呼べばいいの。さやでいいですよ、さやって呼んでください。箸はボッキー折れちゃう。箸は箸かな。代用できるものは ないないよ。でもなんかガルボで思い出したけど、普通にチョコのカップケーキを作って、その上にマシュマロとガルボとちっちゃいチョコを乗せたらショーにできるカップケーキがあるんですよ。それを作ろうかなって思ったけど、結局何ヶ月も作ってません。大変だもんあれ。かわちい、そうかわちいの。オリンスキーさん、タマボありがとうございます。そう、ショーン多分ね、インスタ見たらいっぱいあると思う。そうだよ、味が想像できない。サーヤ丼。サーヤ丼は美味しそうだよ。偏食ですか。偏食らしい。偏食かな。え、でも食わず嫌い、どっちも意味違うか。指が箸絶対嫌。絶対嫌。好き嫌いが結構あるの。そう、あるんですよ意外と。
しょうま食べる勇気あるの？ある。でもこの間カイニャンにさあやさやかちゃんって羊食べれる？って言われて羊ってなんだっけラムと何でしたっけ、ジンギスカンだよねって話して、あ、私それ羊だと思わなくて食べたから食べれるみたいって言いました。あ、食べれるんだって言われました。でも味はあんまり自分の中で好みのものではなかったので、多分一生食べないかな。そう、結構臭みがあってすごかったからびっくりした。味に特徴がある。そうまあでもね、中坂も豚が好きだから豚食べれないのとか思うけど、普通に食べれるからね。私も食べれるし、そうびっくりした。癖がないものもある。そうなの？ないものならじゃあ食べれそうだけど、どこかに売ってんのかな。ね、ホルモン私も食べれない、脂身食べれない。中坂の豚の数がすごい。何それ、ぬいぐるみ？ぬいぐるみ？ね、中坂は豚。9期生の初めての全員でのゼロポジでも言ってましたね、豚が好きって。懐かしい。あの癖が美味しいの、すごい。私にはまだ感じられない。大人だけど大人じゃない、味覚がまだあれだね、子供だ。私はゴリラです。違います。違います。ぬいぐるみなどの豚に全部名前ついてる。すごい。私ショーンはショーンだよ。あー、職員さんがお二人続いてる。姫さん、はじめまして。ルミマさん、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。8時半で受験さん、嬉しい。ありがとうございます。羊は太らない。初めて知った。でもお肉はいつでも食べたい。あ、ビギナーさん、ハロー、ハロー、プーバさん、ありがとうございます。最近来る人増えてる気がする。嘘。でもね、お昼配信ほどではないけど、まあ、ちょいちょい来てくださってるね。嬉しい。タンパク質ね。でもお肉というよりささみを食べたいなって最近思ってるんですよ。ダイエットにいい方のお肉ですよね。ささみとかコンビニで売ってるサラダチキンのあれ、チキン。あれは美味しい。ずっと食べてたな。加入してからすぐ青春ガラス公演の練習してる時に毎回食べてたサラダチキン。アスリートが食べる、そっか。いいね。サバスでしたっけ、あのプロテイン、あれ前飲んだら思ってた以上に美味しくてびっくりしました。でもちゃんとあれは動いた時とか動く日に飲まなきゃね。でも家で全力青がやった時に飲んでました。全力青が始めるよ。そうやってた。糖質が低いのいい、いいよね。最近本当に食料調達しに行く時にちゃんと裏面見てカロリーと糖質と脂質の部分を毎回見て買ってます。まあ、高くても本当に食べたい時は我慢して食べちゃうんです。我慢せずに食べちゃうんですけど。そう、久々に TikTok 撮ってほしい。確かにもうずっと撮ってない。なんか一人の TikTok はまだね恥ずかしくて撮る勇気が出ないんですよ。
まあね、またいつかみんなと会う機会があった時に時間があったら撮ります。撮るね。 TikTok ね、私ももう撮るんじゃなくて見る専門になっちゃってるからな。ハッピーさん、確かにハッピーさん、確かにハッピーさんと一緒なら一人じゃないからいいかもしれない。タンパク質不足は深刻そうなの？植物性プロテイン、植物性とかあるんだ。植物性とか動物性でしたっけ？は生クリームしか知らない。すごい。TikTok 可愛い猫多いね。多いです。めちゃくちゃ多い。可愛いよ。もうずっと見てられる。ねえ、さあやんはい。大富豪3位、そう、ずっと3位、ずっとできてない。でももう目も復活したのでゴールデンベッドタイムはやりたいですね。今日はどうだろう。ハッピーにも年齢のやつやってほしい。猫反応する？反応するかな。でも猫にも反応するスノーのエフェクト加工ありますよね。あれかわいい。こんばんパジャマ。こんばんは。1年連続配信おめでとう。早いけどありがとうございます。あと2日あるんですよ本当は。あと2日。あつ森は進んでる？進んでる。強制的に進めてる。ね、こんばんは、こんばんは。あ、七並べの一押しガチャ引く？コインが溜まってたら引きます。やぶしたふうさんを引きます。あやとかと一緒にやってる？やってない。あのね、9期生誰一人もね、私通信したことないんですよ。フレンドも川島とナイアンしか持ってない、スイッチの友達が。あと一人今日リア友が追加されました。恥ずかしい、いないの。でも今本当はあるんですよ。あ、見えちゃう。反射しちゃう。そう、やっとカバーとこのケースを変えたんですよ。めっちゃ綺麗になった。このこれもはあのついてるんですよ。そう、黒にした。私は白黒が好きなので。あ、ちょっと見えちゃうね、反射しちゃう。篠原田さん、3時間動画すごい。それはインスタライブですか？インスタライブいいな。それライト、そう、ライトです。黒がやっぱ似合いますね、私は。本体売ってない。ライトも売ってないの？すごいね。どんぶりが発売されてからどんどんかな。すごい。 DS の人もいるみたい。ニッさんやってた。でも私もね、やりたいと思った DS の方も。でも DS の方の私たちがやってたどんぶりって2005年とかですよね。私何歳？15年前。5歳。でも本当にどんぶりやったの5歳のはずがない。でも小学校の頃にやったな。もたしさん1周年、おめありがとうございます。1周年記念で17時間配信難しい。でもなんで白井姉妹は17時間っていう17時間を選んだんですかね。あ、最高17時間だからってことか。そっか、肉球のコントロールあるよね。あー、見たことある。まこちゃんかな。ね、そうよ。あ、そう、今日なんと株動物の森の話ですけど、日曜日の午前中は
株を売る人がいるので株を買ったんですよ。今日の株価、株価じゃない、株は92ベルでたくさん買ってお金儲けられました買いました。ローン返済がだいぶ楽になりましたサイパンダさんハートありがとうございます。そう、早くね自分のどんぶりのお家を2階建てとか大きくしたいんですよ。でも全然まだまだ足りないから悲しい。107高92でも最低の90私前出たな。でもなんか時間をいじくりしすぎてせっかくいっぱい買った株が腐ったんですよ。悲しくなりました悲しい。株伊藤っていたっけ。そう、軸歪めすぎちゃいましたちゃんと1週間以内にやったんですけど時間を戻しちゃったんですよ。そう、それがいけなかった。1分でも時間を戻しちゃうと株が腐ってしまうので、みんな やる方は要注意ですよ。本当に大沢屋、大沢屋もどんぶりやってるの。株、動物の森の株です。この株、食べる株株よペコパ、ペコパさん好き確かにそっちの株はよくもう腐らないね。アイ株なんか聞いたことあるな。アイブルさんね、竜宮の使い釣ったって。あ、私も今日またもう一匹釣れました。売った、いくらになったか分かんないけどねえ、なんか楽しいけどやれることがやっぱね減ってくるので何をすればいいのか分からなくなりますね。どうもり、私のゴリラ見ますか。ゴリラって言ってもどのゴリラか皆さん分かりませんよね。住民ねいっぱいいるからね音が聞こえちゃったちょっとね、私はねまだお洋服も可愛いのを着てないので、着てないので自分はあまり見せたくないんですよね。まあいっか。そう、眉毛、まあ眉毛ゴリラって言ってるか言ってるからネットで調べればわかるか。あとなんかそう、アリクイが来たの。これ可愛くない、やだ、アンクセラムと似合わない。ダメだよ、誰？アリクイだよね、これ完璧に。他の人が作った服ってもらえるらしいんですよ。でも私はまだ絹代さんとかがいないのでもらえないです。悲しい、早くもらいたい。ゴリラはどこにいるか音がしないから皆さん分かんないよね。名前なんだっけな。あ、タモツって人です。タモツ絶対そう見つけました、自分の家に。あいました、いましたよ、タモツ、タモツさん見えます、この顔。ちょっともうもっと見せたい。ほら見えます、背後の顔。え、かわいい、ほんとに、なんかイラッとする顔。え、そうだよねやばい、やだ、もう鼻も唇も分厚い。しかも語尾が可愛くない、余計にうひょうなんですよ。ダメだよ、
まあこういう時は私は話してみたじゃん、話しに来たじゃなくて話さないので呼んでみただけにしますね。何うひょってゴリラ感満載ね。まあ本当にゴリラだけど、はい。見せました。ダメだよもう、網で叩くしかない。そう、なんかそれやっても島から追い出せないみたいな、そう聞いてやってないです。やだうひょ、ピコピコハンマーあるんかな、どうなんだろう。やだ。最後招待を、そうゴリラに対しては招待を、どうもりの。そうだよ、思ったより可愛い。本当にイケメン、嘘、意外だったな。役所に文句言ってんでしょ。そう言いました、なんか気に食わないって、語尾も気に食わないって言ったんだけど、うひょからちょっと変わりません。あれコメント欄にもうひょがいっぱいいるよ。タモツさんですか皆さん。タモツさん名前覚えちゃった、でも明日には覚えてなさそう。タモツ、タモツさん。ゴリランダ確かに似てる。大分中ブホーありがとうございます。うひょだよ、やだよ、タモツさんいるやんいっぱい。苦手、役所に語尾の話できるの。え、なんかあったんですよ、でも1回しかそれ聞いてないからわかんない、忘れちゃったけど。そう、うほじゃない、うひょ、よくわかんないね、違う方が引っ越してこないかな。だからもうなんだっけ、忘れちゃった。トタキキさんまだ来ないよ。あ、そう、タヌキチだ、タヌキチかわいい、つぶきち、まめきちもかわいいけど、なんか語尾言ったことを同じことを繰り返すのはやめた方がいいよね。リアルな現実世界でやったらうざがられちゃう。あ、見てかわいいでしょ。本当はもう一つ、お母さんが私の地元帰った時に作ってくれたんですよ、でも私が忘れて持ってきてないので、今回はお父さんがこれを持ってきてくれました。桜ですね、なんか新しくしたらすごい触り心地がいい。そう、使っていきたいのね、反射してた、危ない。あ、うん、春だね。そう、何を書こう。でもさ、こういうのって太いから書きづらいんだよね、なんかシャーペン並みの細さだったらいいんだけど、でもボード用はこんな太いのしかないからね。あと2日、1年配信、うわ久しぶりに。文字は書きましたよ私、やば、あ、なんか気持ち悪い字。さあ羊も久々に書きますね。久しぶりに自分のサインも書きました。 S がダメだな。そう、いつもいつもね、あ、電気だからいいや。あ、ここ行きだ、急
いつもねサインを変えたくなるんですよ。今はねちょっとあれなんで自分の名前と SK48 はいりませんちゃんと物に書くときは書きます、書いてます。うんー、ね、まだいいですか、サインが書ける日来るのかな。これが好きなの、すごいね。こっちはこれね、羊に見えないみたい雲にしか見えないらしい。サーヤじゃないの、そうサーヤじゃないんですよ、サヤカです。そこはサーヤだ、サーヤのままできるか確かにモンメに似てる、似てる、クモジークモだと思った、嘘、悲しいけど、まあ、しょうがない、私にも見えるもんエコバでもらったカードと一緒、一緒一緒だよ、もうずっと変えてない。あ、でも羊の耳はサイン違くなった、懐かしいなピエン、ポーン、ポーンじゃない、パオンか。サイのセタティートートバッグ買いました、ありがとうございます、嬉しいそっか、もう予約できてるんですね、皆さん予約してくれましたか市島さやかの生誕 T シャツ、生誕バッグ、生誕バッグ、バッグカブトムシですよ、めったにないと思う、でも探せばあるのか、カブトムシのバッグって諸事情で T シャツだけ、まあそれもいいですよ、ありがとうございますね、まあ使える時ないか、カブトムシでも黒だからあんまり分かんない、分かんないよ、でも使うとしたら握手会の時かな、握手会の時、あとは劇場公演に来る時にぜひ使ってくださいカブトムシめちゃくちゃいい、やった、全然使える、嬉しい昨日言ってたんだけど恋の根拠、根拠さあめっちゃ映ってて、え、嘘、まあでもそう今回は年齢順にね、私はちょうど二十歳だから、フロントっていうんですか、いわゆる、そうありがたいことに運が良くて前の方にいるんですよ、恋の根拠は、嬉しいね、そう年齢順ほぼ、そうそうそう、もう何にも解禁されてないね情報ね、たくさんもっと活動ができてたらいいんだけど、年齢順、年齢順は年齢順だけど、まあなんかちょっと違いますよね、なんかなんて言っていいのか分かんないのあれがそう二十歳、なんかちょうどなんだっけな、車を運転する免許を取って運転する年齢みたいな、そうだよ、だから二十歳の方が主に前ですねそう、まあ、二十歳結構いっぱいいるしねって言っても、イズリンさん、私、ニッさん、シーナさんの4人か、あれ、そう18かもしれないけど違いました、まあセンターに選ばれるシーナさんもいたからじゃないですかねねでもよく使うようになるの結構二十歳ですもんね、ね、私は免許ね取る時期を逃してしまったんですよ、いつ取れるか分かりません、早く取りたいのにな、うーん、踊ってるところ隣の人と身長差、え、私隣は確かラブリンさん、その隣が西さんでした
どっちだろう。ラブリーさん結構身長高いからね。アメカデッチ一周年おめありがとうございます。そうよ、さあ助手席専門、そりゃそう。それはそう。でも早く運転したいんですよ。ドライブに行きたいです。ドライブ。え、ラブリーさん160、え、超えてるんだ。初めて知った。すごい。でもスタイルいいですからね。乗りたいな、助手席。サイヤバイクが似合う。嘘だ。運転自信ある。やったことないけどなんか自信はある。バイクかっ飛ばしてほしい。確かに。原付も持ってないからな。そ、中高校3年生の時暇すぎてお父さんに原付の勉強してって言われてたんですけど、せずに卒業して就職してました。そう、私が原付の勉強するならパパはもっと大型のもう一緒に勉強するからって言ってたんですけど。そう、お父さんバイクも大好きだから。そう思うとお父さんは趣味がいっぱいありますね。そう、やりたいこともいっぱいあるらしいですよ。そう、私も趣味とかね、特技をもっと増やしたいけどなかなかな。でも私 SK に入ってから趣味は結構広がった気がする、増えた気がする。何かって聞かれたらちょっと思いつかないけど。でもなんか、いや、インドはまあそうだね。だしショーもこんなに好きになるとは思わなかった。あとはなんだろう、ポケモンは前から今ぐらい大好きだし、なんだろう。インド最近行ってないんです。そう、太るから行ってないんですよ。インド禁止です。自分の中で趣味でも人間観察はめちゃくちゃするようになった前より。あとは趣味、あと、あ、でもアイドルさんを好きになって、その方のパフォーマンスとかを見るようになりました。それ趣味ですよね。アイドルを見るようになった。オタクまでは行ってません。陰ながら応援してる人です。私のオタクは生き物オタクですね。生き物オタクですよ。オタクっていうのかな、生き物は。なんだろう、わかんない。 ST だ。そう、 ST さんもそう。そうだよ、観察しちゃいますよ。もう歩いてる人めちゃくちゃ見ちゃいます。私普通に生き物好き。そっか、それは違うか。いいや、アフレコするの。アフレコ何にするの。しないな、アフレコは。忘れられた人、いや、フェリテルは忘れてない。それは前、小学校6年生からよ。ナンプレはしてるところ見たことがない。確かにナンプレするのは私携帯でしかしてないから。あ、でも100均に売ってるよね。コンビニにも売ってるね。今度それ買って配信でやろう。でも無言になりそう。でも私の早い感じとかを見せてあげたい。ナンプレ普通にやりたい。ナンプレすると眠たくなります。頭を使うので。大富豪も、確かに大富豪も趣味になったね。100% 無言。そっか。え、でも、いや、ここはあれだから、ここは何があるからダメだとかは言いそう、独り言で。
トミンと一緒に答えを考えよう。皆さんできますか、ナンプレ。さすがにできるかできます。知らない方いるかな、ナンプレ。さゆの動画を見たい。いつでも見せますよ、ナンプレしたらでも自分の動画って見たことないからわかんない、どんな顔か。できない、できる余裕。ああ1から9のやつ。そうそうですよ、マスに1から9の数字をかぶらないようにはめていくんです。フルハウスさん、ハートありがとうございます。そう、ナンプレ、ナンプレは大好き、楽しい。本当に携帯見るよりナンプレで頭使った方がいいと思うから、確かにやろう。紙で、携帯じゃなくてナンプレやろうっと。え、すごい、父親がよく雑誌でプレゼント当選してた。いいな、私やるだけやってプレゼント応募とかないものをやってたから、いいね。そういう検証ものってなんかやるはいいけど応募するまでがめんどくさい方が多くて、当たる率高いのかな、どうなんだろうねえ。専門の本があるの。そう、ある。なんはプレーンが好き。それはそう、私もそうプレーンなんが好き。心理的喜びにするか金銭的喜び、確かにどっちもいいな、どっちも欲しい今ネットで応募できない。え、できるかもしれない。え、そういうアプリありますもんね。そう、はがき買って応募する、何、個人情報を書くっていうことがね、あんまりね、送らなきゃ当たらない。そうだよね送らないとな。でもな、いや当たったらハマりそう、確かに。でも今やってる人多いのかな。お疲れ様、ありがとうございます。お先に、あ、おやすみなさい。9時だ、早い。早寝はいいですねいいですね。うーん、姉チームと一緒に出したら。お姉ちゃんはナンプレ不得意ですこの間普通に私の携帯でやらせたらできてませんでした。数学は普通にできるっちゃできるけど、ナンプレは無理みたいです。私と逆ですねなんか何でも私はお姉ちゃんと逆なんですよ。そう、生き物は私が好きでお姉ちゃん苦手で、子供もお姉ちゃんは大好きで、そう、私も好きっちゃ好きだけど、お姉ちゃんほどなんか保育士にまではなれない。そうだし、勉強もそうだし、機械もね、私は得意だけどお姉ちゃんは得意じゃない。真逆姉妹、そうそうだよ。 See you tomorrow, bye bye. See you, thank you ありがとうございます。お姉ちゃんハッピーさんも似合って、いや、お姉ちゃん唯一は本当にそう好きだよ、ハッピーとチャチャは。あと他にお家にいる猫たちそうだよ。ゲームもそう、全然やらない。でもちっちゃい頃はちゃんとポケモンはある程度やりました、私と。さて、何系の主食？生き物生き物と生き物だね。生き物と生き物、一つの生き物は皆さんに言ってますけど、もう一つの生き物は関係は言ったことないですね。それはいませんそれは内緒です。そう、うん、生き物っちゃ生き物に関わる仕事家族にはわかる。運動も私不得意ですね。
水泳しかできない。そうだよね。獣医さんかっこいいですよね。さや陸上めちゃくちゃ速そう。めちゃくちゃ遅いですね嘘、速そうに見えるって私言われたことないですよ姉ちゃん運動得意です。お母さんも得意なので流れてますね。位置が私は流れてませんでした。お父さんどうなんだろう、運動わかんないな。パジャマ配信、そうパジャマです、ごめんなさい。でトラジェティさんです。ミヤさん、ブホーありがとうございます。ブホー最後までにもう見てるよ多分今も陸上部の格好似合いそう。私恥ずかしくて着れないと思った中学生の頃。おつまこにゃかって、まこちゃん早そうだけど一番私遅そう。どうなんだろう。でもそういう勝負はしたくないなバスケのドリブルめちゃくちゃ苦手そう。苦手、私球技がね本当に苦手なんですよ。ボールが苦手、本当に怖いの。めちゃくちゃ逃げてた逃げてた。一番苦手な球技はドッジボール。バスケも苦手だけど。球技の運動会ある意味楽しそう、面白そうそれ口上げて走りそう。そりゃないわ笑ってたら口上げるけどねサッカーやりたいね。でも見てる方が好きなんだよな。野球は見てる方が好き。まあ大体そうか、女の子は スキップは余裕ですよ。ちっちゃい頃めちゃくちゃやりました。スキップ鉄棒は好きですよ。ふーちゃん元バスケ部、すごい、ギャップ萌えすごい、見たい。オーナー飛べるよ。10期でスキップできない子がいた。誰だろう、初めて聞いた。逆上がりできる？できますよ。できますよ、ちゃんとこう持って。できますよ、バドミントンもできますよ。腕相撲は弱いね。弱いね。50メートル走何秒？わかんない。何秒だろう。遅いよ。遅いことは確か。ペコパで披露してた。知らない知らない。裏で練習か着替えてましたハードルとか飛べた。中学校の頃とか小学校の頃やってましたよ。そう、できないなりに一応やってた。やってた。前転できる？前転できますよできますよ。前転？何それ。鉄棒の前回りってこと？それはできない。怖い。前回りできない。でんぐり返しかと思った。マットのはできますよ。後転もできる。開脚もできる。開脚回り。側転は下手くそです。下手くそ。逆上がりできるね。そうできるけど、逆上がりは余裕ですよ。前が本当にできない。ボタンのやったことないやる人いるの？すごい、なんか専門的な人しかやらないかと思ってた逆上がりできる。でもずっとやってないかわかんないけど、鉄棒を目の前にしたらさすがにできそう。覚えてそう、体が スキージャンプは死んじゃう。スキーはできるけど何大車輪って
大丈夫？めちゃめちゃ回るやつか。できない。ハンドスプリング？できないできないよ、体操選手じゃないもん。でも友達体操選手をな何目指してた子がいて、その子はすごいできてた。めっちゃかっこよかった。ダイビング、ダイビング、もう違う競技のお話。え、すごい。え、でもできそう私ジャンピング、ん？ジャンプして飛び込むのもできそう。水泳得意だから。でも水泳得意だからってできないか、飛び込み、飛び込み台から。スノボはやったことないけどやりたい。アイススケートは横浜の赤レンガで小学校の頃友達と遊びに行ってやったくらいそう、高飛び込みだ、それだ。え、でも絶対肌に当たるとき痛いよね、水が。もう音がパーンってすごいもんね。赤くなりそう、お腹とか。まあ普通に頭からね入れば平気なんだろうけど。パンジー？パンジーはやったことないけど一回はやってみたい。なんかパンジーやったらもう何にでもできるっていう気持ちになれそうありません？そういうの。YouTuber さんとかよくやってますけど、でも罰ゲームの方が多いか。剣道やってた、中学高校で体育の時間臭かった自分のじゃないから剣道やってた、やってない、体育の時間にやってたそうよ。もう1時間配信したの？早っ。そう、体育、体育だよ。固定って叫んだ、ちっちゃい声で言ってた。声出ないから出そうともしてないだけかな。やったよ、めっちゃ恥ずかしかった本当に本当に恥ずかしかった剣道でも普通に真剣にやってる方は本当にかっこいいと思う。私は無理だった。コテは結構痛いよね。痛いの？なんか友達女の子同士で剣道やるからみんなすごいポンってやってくれるんですよ。そう、テストの試合でもみんな優しすぎて痛く味わったことはないです面もコテもまあさすがに面はいい感じの強さでやるからいいけど、忖度？そう、女の子ならではのそう苦手な人がガチで怖い怖いやってないよ、やったことない。そうやな、あー弓、弓道似合いそう、確かにいいなとは思ったけど中学高校ではなかった。乃木坂さんの映画、あったね、なんだっけ忘れちゃった、見てないからわかんない。あ、なぎなた、すごい見てないんだよ。朝日なぐ、あ、それもあったね、見てない見てないよ。ねえ、弓道かっこいい、面は怖くて下向くと後頭部に、確かにそうだ、面はもう怖がっちゃいけないんだよね。実際やられてもねあんまり痛くないからね、やる人が相当な下手な方じゃないければねえ、胴とかもね変なところにやられなきゃ痛くない。学生の頃は柔道部すごい、柔道やったことないな。でも今の学生って柔道とか剣道必ずやりますよね。すごい、投げられたくないな投げられるの怖そう、痛そう。最近楽しい？いいな、その楽しさ私にも分けて分けて
受け身が大切。そうなの。え、すごい。けど3年、すごい。目はいつになっても痛かった。すごい。じゃあ私がやってた方はみんな忖度ですね、女の子だからやっぱそうだ。あ、すごい、現役野球部。そうなの、すごい。大変そうだな。今も練習ばっかりかな。投げられたい人いる？え、いそう。相当な M？ いそうじゃないですかいやでも私そのアスリート、本当のアスリートさんには投げられてみたいなとは思いますよ。どのくらいの強さなのかとかね12年。え、めちゃくちゃ長い。すごいね、すごい。何歳だろう、何歳からだ。小学校から。巴投げ聞いたことあるもう今一光さんの言葉が頭に思い浮かんでニヤニヤが止まらんくなっちゃうねえプロは痛くないそうなの。そうなんか、すごい。でも見てると痛そうだけどね、試合見てると。ビンタされたい人？やだ。あのあれですか、笑ってはいけない。長野さんでしたっけ？え、絶対無理よ。吹っ飛んじゃう。痛すぎてもう固まりそう。長野さん合ってた。やばいよね。会ったことある、すごい。長野さんすごいよね。そう、法政さんやばいよね。でももうここ数年私は笑ってはいけない、見てないですね。あ、この2年は確実に見てないですね。今年はあのカウントダウン公演があったし、そのおととしは9期生のお披露目があったので見てないですね。見れてない。だから何のなんだっけん年によって学校とか病院とかあるじゃないですか。それすらも分かんないんですよ。去年おととしも何だったんだろう。カズヤッチボタンありがとうございます。そうだね、まあ来年もねカウントダウン公演あるなら見れないんですけど、うんね、あれだね、録画があればいけますねみんな見てるのかな。あ、でもさすがにあれか、カウントダウン公演一緒に見てましたか。活動か。そうそう、まあでもねお仕事だから嬉しいですメンバーとファンの皆さんと年越せるんですよ。すごいですよね。アイドル48グループならではかな。あれ SKE だけじゃないよね。あれ SKE だけですか、カウントダウン公演今年とか。今まで他の48グループさんあった？深夜2時配信もしてた。あ、してた私してた。風やちばらありがとうございます。大晦日のカウントダウン SK だけのはず。すごい、そうなんだ。めちゃくちゃいいですねいいですね。来年もあるといいな。でも来年はあれですかね、カウントダウン公演人数が増えるかな、多分増えるかな。いや変わんないか、19歳の18、19の子もいたからあんま変わんないか。新春公演、あー確かに楽しみだな。公演笑ってはよくめカウントダウン公演ダブルで幸せだね
いいね。9時15分だ。早い。9時半に終わりにしよう。あと15分。カウントダウン公演、一回も当たったことない。やっぱ倍率が高いかな？高いよね。SK は大人目多いからいいね。あ、多い方なんだ、SK って。そういうの笑ってはいけない。見てみたい。え、どんな？どんなやつ？フラウさん、だるま、ありがとうございます。長々配信、そう、ちょっと今日はね、今日はというか最近1時間配信してますね。なんかいっぱい喋らないとダメだ。ファンの方もね、今見てくださってる方も手が空いた時に見てください。外にあまりね出てほしくないので。フラサバ、ありがとうございます。あー、アラビア語かな、わかんない。タイの方、読めない、なんだろう。アンニョン、アンニョン。好き、あら。主権さん、リナさん、ありがとうございます。嬉しい、コメントありがとうございます。そう、主権さんね、嬉しい。あんまりコメントねしてくださる方少ないので貴重です。そう、朝や絶対秒で笑う。いや、そんなことない。お笑いに関しては私めちゃくちゃ厳しいので笑いませんよ。笑いませんよ。でもさすがに自分の大好きな芸人さんが出てらっしゃったらさすがに笑っちゃうけど、はい。なんでって言いながら私とお姉ちゃんはお家で笑ってません。厳しいですよ。そう、ツボが浅いのに。なんかね、私はおかしいんですよ、ツボも。変なところで笑うし、変なところで笑わない。人と被らない、そこも。笑点で笑えるようになったの？そう、それはそうなんだけど。違うんだよ。笑点は違う、大喜利だからね。お笑いとまたなんかね、違うんですよ。そうだよ、違うの。現実にいたら笑う？本当に？なんか嘘で笑うのが嫌なんですよ。そう、芸人さん、お笑いに関してはちゃんと素で笑っちゃうのがいい。そうよね。お笑い誰が好きだっけ？第7世代。私ノースタイル3世代が好きです。第7世代さんもね、まあ、確かに面白いですけど、EXIT さんはね好きだよ。この間 EXIT さんのカネチさん、カネチカさん、カネチさんが私の夢の中に出てきて恥ずかしかったです。恥ずかしかった、普通に。そう、夢に出てきたんですよ。そうだよ。久しぶりに夢を見ました。里川さんが出てきてくださった以来。何してる夢？秘密。秘密。ポンポンポンは言ってたっけな。それはちょっと忘れちゃったな。何日か前だったから忘れちゃった。もうさやの夢出演したい、出てください。でも最近本当に早寝早起きできてるんで、深い眠りにつけるので、そう、夢はあまり見ないんですよ。そう、浅い夢、浅く眠りについた時に夢を見るんですもんね。ナイトプールパシャパシャ、そう、好き。そうだよね、ナイトプールパシャパシャはしてなかった。違うことしてた。何してた？でもただおしゃべりしてたはしてた。爆睡してるの？
爆睡だね。でもやっぱ今もハッピーさんに夜中には起こされるけど、かわいいね、許すけど、今日も5時ぐらいに目覚めた、ハッピーさんに起こされた。いい夢なら深い時。あれ？そうなの？え？そうなの？初めて知った。でもなんか風邪ひいた時とか熱が出た時って絶対悪い怖い夢見るじゃないですか。それは深い眠り？どうなんだろう、浅い眠り、まあ、どっちもありそう。うなされる、そうそうそう、めちゃくちゃ怖い。私熱が出た時の怖い夢って絶対に昔住んでた家が出てくるし、なんだろう、大きい岩とか変な人に追いかけられる夢見るの。多分それはみんな一緒だよね。なんで熱出た時とかそういう夢なんだろうね、怖いよね。ヤッホーヤッホー。あと10分で終わります。あと10分、いつも同じ夢、そう、だいたい同じ夢、怖い夢は。授業中落ちる夢見てガタってなるな、え、見たことない。見たことないよ。黒幕の悪魔ずっと同じ、一緒だ、一緒。高熱出るとめっちゃ身長が伸びる夢、何それ、羨ましい。夢でもいいから私身長伸びてほしい。え、伸びてほしい、スタイルがよく見えるじゃないですか。今よりもっと可愛い服も着れそう。いいな、夢で身長伸びる夢見たことない。さよ、お腹の音を動かすのに必死、そうだっけ、必死感伝わってるんだ、恥ずかしい。夢でいいの、そう、現実では無理だから夢でってこと。そうだよ、肘がガクってならない、ならない、なんだ。釜持ったサイの怪物に襲われる夢、ないぞ、怖っ。サイの怪物、なんかもう動物の森の住民しか思い浮かばないから。かわいい、釜持ってるのは怖いけど。電車で寝ちゃった時とか、私電車で寝たことないんだよな。そう、あの乗り過ごすのが怖くて眠たくても寝れない。まあ、お姉ちゃんといたら寝てもいいよって言われたら仮眠しちゃうかもしれないけど、でもお姉ちゃん基本寝ちゃうから私が起きてなきゃいけないんですよ。お姉ちゃんよく寝過ごしちゃうから、どこでも寝れるタイプなので、そこは私がしっかりしてます。しっかりしてるよ、起こす係だから。二人で終電、怖い怖い。でもさすがにね、終電まで乗り過ごしたこと一回もないな。新幹線で乗り過ごしたこと、怖っ。絶対無理や、どうするんだ。また来ました、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ねえ、夢っていろんな夢見るよね。でも夢見る内容って意味があるんですもんね。ネットで調べたらいろいろ。ハッピー、かわいい、起きたの、かわいい、見てます私のこと。見てる、寝転がってるけど起きない、かわいい、気持ちよさそうに寝てるな、あの子は。もうかわいい。あ、初見さん、くまさん、くまさん。ありがとうございます、嬉しい嬉しい。3秒って寝られるのが僕の得意、いいな、私本当にどこにでも寝れる人じゃないから羨ましい。ハッピー
さんちょっと今日は出れなさそう。昨日めちゃくちゃハッピーさん出てたからな。あと5分です。早い。でもすごい、6700人の方が私のルームを開いて一瞬でも見てくださってる。嬉しいね。しばらく首輪なし。そう、まだつけてない。まだ野良猫ですよ。まだ野良猫。いつつけようね。もうそろそろランキング読む。警戒心強そうだもんね。さ、何に対してだろう。全部に対して。確かに強いな。強い方。脱走しちゃう。脱走しないんだよね、ハッピーさん。偉いから。まあでもね、なんかあった時用につけとかないと。かわいい、かわいい、ハッピー。本当に寝られないってことは、まあ、それなんかよく考えると怖いね。家でもじゃんじゃん。怖い家。おとなしいの。そう、野良猫とドラ猫の違い。何それ。ドラ猫、ドラえもん、ドラえもん。ドラえもん全然見てないから分かんないな。ドラえもんじゃないの、ドラ猫って。違う、ドラ猫。わかんないよ。わかんない。ドラ猫はふてぶてしいイメージ。そうなんだ。かわいいね。抱き心地がいいね。じゃあ食べ物を盗むのがドラ猫。最近でも外に食べ物とか置いてないから盗んでる猫見たことないな。今日もマルコとサザエさん面白かった。サザエさんの最後の方しか見てない。わかんない。わかんないよ。仕事時間変わって大変。かわいそう。夜あ、もう終わる。なんかそう、皆さん気づきましたか。私前髪を切りました。ちょっと短くなりました。数ミリしか切ってないんですが、気づきましたか。気づかないか。ミリ単位で切っても意外と短くなるの分かるんですけどね。まあしょうがない。みんなメガネも見てるんだもんね。いいよ、気づけなくても。それは難しい。難しいよ。昨日切った？そう、昨日切ったと思う。あれ今日？いや今日じゃない、昨日だね。そうだよ。逆に気づいた人いたら怖い。本当に？でも気づいてても、なんか会ってなかったらどうしようと思って言わない方はいそう。今聞いても遅いよ。遅いよ。こんばんは。あー、ビーナさんこんばんは。すごい。あ、でも本当に気づいてらっしゃる方いそう。様子見る感じ。そう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 。まあまあいいね、いいよ。よし、ランキング読みます。ハッピーさんも冬から生え変わる時期。そう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 、もうそろそろめちゃくちゃ毛抜けると思う。ブラッシングが大変になりますね、毎日。そう、ランキング読みます。38位、アンポンタン。
1位エビスさん、2位サーヤパンダ、3位むつみ、4位ケイパパ、5位にグラス、6位ナナシ、7位にトモトモ、8位バショウ、9位小雪、10位イグニール、11位シマちゃん、12位ヨダ、13位カブトムシのリン、14位キミちゃん、15位カゴ、16位アツシ、17位大文治、18位東、19位リュウ、20位ミヤ。皆さんありがとうございました。あれ、ランキング変わった読みます。あ、38位アンポンタン、一緒だ。すごいすごいね、ランキング変わったのに。1位エビスさん、2位サヤパンダ、3位むつみ、4位ケイパパ、5位グラス、6位アツシ、7位ナナシ、8位あー読めないよー、 D2 なんとか48、ごめんなさい、いつもありがとうございます。9位トモトモ、10位バショウ、11位小雪、12位イグニール、13位シマちゃん、14位松井ジュリオ、15位リュウ、16位ディノゾ、17位フルハウス、18位ヨダ、19位カブトムシのリン、20位キミちゃん。皆さんありがとうございましたありがとうございました。明日は何時から、何時からにしようか。明日は1年連続配信の前日。ですよね。でそれか8時とか2回配信、8時は夜のですね。お昼配信もしたいからな。お昼配信明日、明日できたらしようとメールか予定時間入れます。お昼、お昼の配信、明日日曜日、月曜日だじゃあお昼だね。雪のおかげでお休み、え、そっか、関東今日雪だ、すごいね。神奈川降ってるかな、降ってる降ってないか、東京は降ってるよね。あ、千葉も、え、すごい、降らなかったってママからは来ました私の地元は降ってないらしいです